令和新選組の信者と見られる X アカウントがデモの動画を投稿したとのことですが、あまりに勘違いが甚だしい投稿にツッコミが殺到し大炎上しているようです。信者が投稿した内容や令和支持者のこれまでのやばい言動など、ネットの令和新選組と信者に対する辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。令和新選組の支持者と見られる X、旧 Twitter アカウントが、山本太郎代表を先頭にデモ行進する動画を投稿。投稿された映像をご覧ください。さらに令和信者がこの投稿を引用し、他の政党が令和にビビるのもわかる気がするな、こんな政治勢力は日本に今までなかったもんな、と投稿しました。ニュースを深掘り。というわけで、令和新選組の信者が、とんだ勘違いも甚だしい投稿をしているということでしたね。このデモの動画の投稿には、すごくいい動画ですね。太郎さんが、みんなと一緒に前を向いてるのが好き。神 DJ 沖野さんの音楽で渋谷を踊って叫んで歩けて、本当に幸せでした。贅沢すぎる時間を送らせていただき、ありがとうございました。素晴らしかったです。心から、いや、体から参加したくなります。これは、令和デモの名物になってほしいです。もし、太郎さんの心地よい叫びと曲のハーモニーが、行列の途中や最後尾からも流すことができたなら、さらに一体感と楽しめるデモの効果倍増と思いますので、ぜひ太郎さんに伝えて実現してください。などと、令和信者の共感が溢れています。一方で、うん、怖いよね。カルト宗教って、オウムの再来かと思うとビビるわ。お金のことを出せば支持されるだろう、みたいな発想としか思えない。政治ってそれだけじゃないでしょ。全く他が見えてこないから、パフォーマンスだって言われるんじゃないの。狂信的でビビっているのは間違いない。オウムくらいなもんかな？同じようなものといえば、といった当たり前の痛烈な批判も殺到しています。狂信的な令和新選組の支持者、いわゆる信者ですが、どうも怪しすぎる人物が多く。以前も、令和新選組の支持者と見られる女性が、この前開示請求したんだけど、私を誹謗中傷したその人物の正体は、40代後半、無職の生活保護を受けている一人暮らしの男性でした。何か虚しいですよね。まあお住まいは分かったので、夫と一緒に近々様子見に行ってみようと思います。と書き込み、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報、いわゆるコミュニティノートで、発信者情報開示請求を行うと、誹謗中傷した投稿者の氏名、住所、電話番号等を調べることができますが、生活保護受給の有無については開示されませんと追加されており、中傷がいけないことなのは、理解してるくせに、平気でこういうこと言っちゃうんだ。普段から、どういう層の人間に差別意識を持っているのかがよくわかるね。息吐くように嘘つくやん。開示請求って言葉しか知らなそう。なぜ、こうもすぐバレる嘘をつくのか？これ生活保護への偏見ダダ漏れじゃん。多分マウントしたかったんだろうけど。知ったかぶりしすぎて、墓穴掘ったって感じだろうね、と、批判的なコメントで溢れ返っています。それを見たのでしょうか？この支持者と見られる人物は、支障出るみたいなので、ポスト消しましたと削除しましたが、支障出るみたいなので、
ポスト消しました嘘松って自分で白状しましたねわら。安心してください。スクショは多くの人が撮ってますよわら。URL 付きでね。開示請求で取得できる以外の情報を取得しているのがバレ。そもそも開示請求などしていないおは作り話がバレたのでポス消し、消すと増える。嘘がバレて消したって正直に言えばいいのに。やっぱ令和はないわ。どんな支障が出るでしょう。何を企んでいるのでしょうか。弱い者いじめは楽しいですか。令和支持者は怖いです。と火に油を注ぐ結果となっています。また、トトン秋元というアカウントが、山本太郎代表が、アメリカと経団連にコントロールされた政治はやめろ。と国会画像を添付しながら、この人を絶対首相にしたいと投稿しましたが、一般ユーザーから、被災した石川県民からすると、全然したくありませんとコメントされると、じゃあ、ずっと、瓦礫の下でお過ごしくださいと返信。令和は、自分たちを支持する者以外は、たとえ被災者であろうと見捨てるそうです。こんな政党には、政治を任せたくありません。とコメントされると、ネトウヨは見捨てます。生きている価値がないので、ネトウヨ以外は助けます。と、さらに、つまり、令和は、俺には関係ない政党ってことだ。国民共通の権利を保障しない政党ってないわーに対しては、差別主義者、排外主義者のネトウヨには人権はありません。甘えないでくださいと返し、大炎上していました。さらには、令和新選組支持。日本が大嫌い。山本太郎を総理に。天皇制反対。自衛隊いらない。といかにも敵なアカウントが。日本が嫌い、もうおかしくなりそう。大事なのは、日本国や国体ではなく、国や人種関わらず、すべての人間や。ネトウヨは、今日を、竹島の日とか言ってほざいてるが、日韓友好、日朝連帯、この実現のために竹島は放棄しなさい。琉球、蝦夷、竹島、尖閣は日本人の土地ではない。これらの土地を割譲する代わりに、日本と友好関係を約束すれば、より良い国になると綴り、コメント欄が荒れていました。経済学者で、時事問題、経済、科学などを扱うウェブサイトアゴラを運営している池田信夫氏は、立憲民主党の原口和弘議員が、山本太郎さんは足の怪我を押して被災地入りしている。何時間、何日、待っても待っても来ない救助を瓦礫の下で待つことを考えれば、自分の足のことなど構っていられなかったのだろう。私も来てほしいと頼まれた。7回手術した足を見る。私は立って歩けるとの投稿を引用。これが令和の救助の邪魔になるという結果より、足の怪我を押して被災地に行ったというお気持ちを大事にする。山本太郎は、そういう情弱に向けてスタンドプレーをしているので、支持者以外に何を言われても構わない。とばっさり。また、山本太郎を支持するツイートが意外に多い。彼らは、批判を意に介さない。令和の支持者は、IQ85 以下の境界知能なので、彼らに受ける派手なパフォーマンスをする。境界知能は 14% いるので、政権は取れないが、議席は取れる。賢いマーケティングだ。とし、池田氏が使用していた、令和の境界知能なる言葉が令和支持者を揶揄する言葉としてトレンド入りするなど波紋が広がっていました。ただ、これらの令和支持者の言動は氷山の一角であり、令和新選組及び令和信者のヤバさが日本にじわじわと浸透してきているようです。ちなみに、これらの信者が狂信的に支持する令和新選組、先日行われた最新の NHK の世論調査では、政党支持率 1.2% と、前回から 0.5% 減らして低空飛行を続けています。
この支持率が全てを物語っていますね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。残念ながら、ビビる要素が何一つないのよ。大体さ、ビビるためには、令和に寝首をかかれるかもしれないという危機感が必要なんだけど、世間で、身内や支持者、反自民から令和に流れている方々以外の一般層からの支持の声はどのくらいある？令和新選組ってこう見ると、ますます頭が悪くてサリンを作れないオウム真理教ですね。けど、一向に支持率上がらない。こんなのと関わりたくないが正解。うん。いつかまた地下鉄サリン事件みたいなテロしでかすんじゃないかとビビってる。ビビるというより関わりたくないし、日本の文化にそぐわないし必要ない、と、普通の日本人である自分は思ってます。宗教団体かお祭り団体なんじゃない？確かに政党としてはなかったかもね。だって、こんなに役立たない政党なかったもんね。信徒が爪に火を灯す思いで納めた上納金で、教祖は海外旅行なんて信徒冥利につきますね。メディアで色物枠としてポジション確立してしまったら、あとは教祖か、そしてポストオウム真理教への道を突き進むのみ。政治勢力？ただのエセ日本人の集まりですわ。はい、終わり。ビビってなんかいないですよ。オウム真理教も弱小ながら悪がれていたでしょ。それと同じです。令和信者は腐ったみかんなので、廃棄の必要があります。こんなに無職や貧困層が活動的になってることに驚き、こんなことしてる暇があったら働けよ。まともに仕事して賃金を得てる人や経営者は、政策がひどすぎて脳に障害がない限り令和を支持しませんからね。これやったら消費税廃止になるのか？政治家だったら活動家みたいなことせず、議場で仕事しろ。街中で人の騒音迷惑も考えずに、日本はもうすぐ滅びる。我と共にあるものだけが救われる。とか騒ぐ奴らビビるやろ。というか普通に気持ち悪い。あんたら支持者含めて。特に、そういう非難を、自分らが正しいからアンチが文句言うんや。って、姿勢、本当にキモいし、理解できない。ビビるよ。ビビるよ。境界知能の人たちが大勢で道路塞いでんだもん。そんなカルト集団、怖いに決まってるでしょ。しかもオウムとお仲間だし。オウムだけじゃないよね。中核派、新北朝鮮政党、反社。あげればキリがない。令和真理教は本当に怖い。舞の感想。このニュース。あなたはどう思われましたか？令和信者の勘違いも、ひどすぎてもはや失笑レベルですね。確かに、今まで、政党が、党首が先導して、デモを、頻繁に全国で行うとかなかっただけで、これまでにない政治勢力ではありますが、そもそもデモの先導自体、国会議員の仕事でも、党首の仕事でもありません。そして、全くもってビビってるわけではなく、バカすぎて話にならないだけだと何度言われたら理解するのでしょうか。やってることは、過去に、他野党、主に共産党がやってきたことの焼き直しで、中身は同じなのに、境界知能の人たちにはそう見えないようで、かたくなに認めてないですよね。支持率 1% では脅威にすらなりません。消費税 0% って言うなら、
せめて消費税より高い支持率にならないと笑ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。